welcome back to my channel. 今日は、この間に引き続き、メキさんが第1回目の動画で、お願いします。今日は、日本語と英語のさ発音の違いをやりたいと思ってて、1個目はこうブランドとかの名前、なんかこれ日本語、英語で言ってもあっちであっちじゃないよみたいなやつと、もう1つはなんかそもそもの発音が違う、なんかアクセントの部分が違うみたいな感じの英語をとにかくで紹介していきたいと思います。 Let's get on to the video。 まずブランド名とかからやってきたけど、質問をね出し合ってこう日本語で言ってこう日本語英語で言うみたいな逆みたいな感じでやってます。まずはグッチ、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 なんかすごいね、なんかグッみたいな、はい、グッチ、なんか最近曲とかでさ、グッチゲーグ、グッチゲーグ、確かにグッチ、なんかグッチギャグと言ってない、まあそんな感じですね。グッチ、まあそれは簡単じゃない、比較的。じゃあシャネル、シャネルね、シャネル、そうだね、シャネル、シャネル、なんかシャネル、シャネルじゃなくてシャネルって感じ。確かにシャネル。 Then I'll explain this what、 まあまあまあこれもね、もう一回シャネルって言われてもシャネルだなって思う。これは簡単だと思うんだけど、簡単っていうかよく聞くと思うんだけど、IKEA、 IKEA、 なんで、なんでめっちゃ近くない IKEA と IKEA、 え、なんか海外にいた時になんか I'm gonna go to IKEA みたいなこと言ったら、逆に海外に言ったのね。そうそうそう、いや最初知らなくて、なんか IKEA 行きたいんだけどって言ったら What? みたいな、 Get out みたいな感じでタクシーのドライバーに言われて、なんか通じなさすぎてどういうことって、IKEA もしないのこのおじさんと思ったら、IKEA っていう、なんかすごい、え、これは英語じゃなくてスウェーデンの会社だよね。そうそうそう、だからスイスだっけ、そっちら辺の会社だから英語じゃなくて多分そっちの言葉なんだろうね、多分。そうだね、読み方、うん、そう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 、これはね、簡単。じゃあ、カメラの、ニコン、あ、ニコンね、今日のカメラはソニーさんだけど、ニコンってことでナイコン、ナイコン、ナイコン、まあ、確かにニコンとも読めるけど、なぜかアイをめっちゃ主張する、うん、ナイコン、確かにイケアもそうじゃない、なんかアイの主張、あ、確かにね、アイキア、うんうんうん、ナイコン、アイ主張強いわ。じゃあ、チョコレートゴディバ、ゴディバは、ゴダイバ、なんでダイ、やっぱアイだよね、あ、確かに、確かに共通点は愛をめっちゃ主張するかも、確かに。ゴディバ本当は言わない、ゴダイバ、ゴダイバ待ち合わせしようみたいな、かっこよくない、お台場みたいな、ね、お台場に聞こえるわ。あ、チョコレートのペーストのヌテラ、あー、チョコレート多いね、なんか確かに多分ヌテラ、ヌテラ、ヌテラ、ヌテラじゃなくてヌテラ、うん、いい感じ。あれ美味しい、好き、好き、本当に好きじゃない、いや好きじゃないわ、あれだからピーナッツなんて呼んでる、あ、ヘーゼルナッツ、あ、そうそう、ヘーゼルナッツピーナッツではじゃない、ヘーゼルナッツ、あとあのオーストラリアのベジマイ、あー、あれか、固めた醤油みたいな味するよね、そう、本当にリオンって感じで、ごめんなさいね、オーストラリアの皆さん、しょっぱいけど、え、多分オーストラリアの人がこう納豆を食べてる感覚と一緒だもん、あー、で、私ベジマイト意外と食べれる、嘘でしょしょっぱ苦いよね、え、ノー、もう、like, isn't it weird to like、It like makes your, it makes your bread savory, right? Oh. ダメか。じゃあ、まだチョコレート系なんだけど、ミロ。マイロ。マイロ。あいね。マイロ。Right, そうだね。パターンが見えてきた。これ車の、車のブランドのジャガー。取らない。あれか。取らない。取らって言いました。ジャガーさん、ジャガーさん、ジャガーさん、ジャガワー、ジャガワー、ジャガワー、なんかゴー、ジャガーじゃん、ジャガワー、U をしっかり、そう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 、じゃあ車系なんだけど、ベンツ、
Mercedes。 なんでどっかでそうなったの？ Mercedes Benz でしょ、本当は。あ、こっちは取ったってことね。で、なんで日本はこっちを取ったの？メルセディスみたいな。あ、長いからか。ベンツ。こっちで共通してほしいよね、英語から。確かに。ベンツって逆になんて言うの？ベンツって B じゃない？ B なんだ。メルセディスベンツじゃない？簡単だけどね。 I think、 私車全然ちょっと詳しくないからわかんないけど。ベンツって言っても通じないらしいです。メルセディスだね。新宿の映画館の紹介で出てるゴジラ、ゴジラ、ガッツェラ、ガッツェラ、ディオ、しっかりガッツェラ、ガッツェラ。 OK。 あー、ポケモン。あー、ポケモンね、キーモン。ポケモン、ポケモン、ポケじゃない。 E の発音が E か E か。あー、そうだね。オランダ、オランダね。ポーランドかネザーランド。ネザーランドが多分一番正式使われてるかな。でもポーランドも結構ネザーランド。私の中ではネザーランドズで覚えましたけど。オランダからネザーランドってどういう風なプロセスでそうなったの？なんかどこにその要素あるの？オランダって。多分オランダはポーランドから来たの、ネザーランドから来てないの多分。ああ、そうです、そうです。どっちかというとね、ハーレント、ハーレント。そうか、ポーランダーみたいな感じの。絶対繋がってない、絶対繋がってない、それは。あ、じゃあベルギー。あ、ベルジアム。うん、ベルジアム、ベルジアム。違うね、ベルジアム。地名で、ウィーン。ウィーンね。ヴィアナ、ヴィアナ。なんでウィーンだったの？確かに。え、これさ、なんか本当にあれかな、なんか意味が違う地域に途中で移転したみたいな、そういうの。あー、なるほどね、歴史的にね。なんか違うとか、地名とかじゃないよね、うん、こいつら、こいつらだ。ごめんなさいね、分かった人がいたらコメントしてください、ぜひ。もし由来とかね。ヴィエナ、OK。 あとは、ヨルダン。ヨルダン、ジョーダン。ジョーダン。ヨじゃなくて、ジョーダン。J で読む。多分、なんだろうね。ヨルダン。 R の発音がやっぱり面倒くさいからかな。まあ確かに、音としてないから、ヨルダンになっちゃった。めっちゃうまいね。ヨルダン。違う地名みたいなの。あ、ケンタッキーフライドチキン。ケンタッキー、セミナ大好き。クリスマスに食べるケンタッキーは、KFC。 KFC、yeah。 ケンタッキー、ケンタッキー州あるよね。うん、ケンタッキー。そう、でもそういう風に言ってもあんまり通じないと思う。なんか州の名前かなみたいになっちゃう。ケンタッキーだけ言ったら絶対地名だと思われる。でもケンタッキーフライチキンまで言えばいいけど、まあね、なんで全部言ったのみたいになるかもしれない。 KFC、うん、かな。じゃあ、あのアイスクリームの、サーティワンアイス、あれ前びっくりしたんだけど、あれバスキンロビンス、あれさ、バスキンロビンス13、 right? 31 ってことはなんか That looksバスキンロビンスって書いてあるよ。え、でもなんかその違う、バスキンロビンスって B とこう R やったときにこっちを抜いたらなんか、はいはいはい、形が31になるから31って日本言うんだと思って、あ、そう、I was like, oh my god, like that's genius と思って、それか31 flavors、 こっちか31種類のフレーバー提供してるか、こっちかなんだけど、だから日本の人たちはバスキン・ロビンス。なんか、Can we go get 31? とか言ったら、どういうことってなると思う、多分。じゃあ、マックね、みんな大好きのマクドナルドか、マックお願いします。マクドナルド？マクドナルド。マクドナルド、定番の。定番のね。マクドナルド。これはなんか、かっこつけて言ったよね。マクドナルド。マクドナルドつかないみたいな。言わないけど。そう、でもマックくださいって、なんかマックにさ、あの基づくことなんだけど、なんか頼ん、海外に行って初めてマックで頼んだ時に、なんか Can I have the cheeseburger set? って言ったのね。チーズバーガーセットくださいって言うじゃん。 Can I have that? って言ったら、What? みたいな、セット、ね、What? Cheeseburger what? みたいな感じ言われて、こっちも What? ってなって、え、セットないの？と思って、そしたらなんか Oh, you mean meal? Meal、 そう、なんか一つの食事をさ、確
確かにセットじゃなくてミールっていうからなんかチーズバーガーセットが欲しかったらチーズバーガーミール。あでもそれだとさあれじゃない、あのハッピーセットってさアメリカだとハッピーミール、right? yeah. 確かにセットとミール違うんだ。そう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 だから全部ミールだから If you're going like abroad なんかもし海外に行ってマック食べたくなかったらセットで欲しかったらミール、ミール、うん、これはね恥ずかしいし通じない全然今から覚えておきましょう。お店によってコンボっていうよね。あ確かにコンボ、でもコンボは書いてあるから。あ確かにそうコンボ、あじゃあこのコンボくださいってなるけどミールとか書いてない。確かにチーズバーガーミールとか書いてないから難しいね。難しい、もう統一してくれ。次はブランドじゃなくて発音、根本的な発音で通じないカタカナ読みだと通じないよみたいなやつをやりたいです。まずはガレージ、ガラージ、ガラージ、ガラージ、もうなんか嫌な R がいっぱいつく。ガラージ、ガラージ。じゃ あ, アドバイス、アドバイスね、アドバイス、アドバイス、そうアドバイスじゃなくてアドバイス、うん、確かにアドバイスとも思うんだけど、全然違うよね。アドバイス、オーガニック、最近私オーガニックになってるんです、ハマってるんですけど、なんて言いますかね、オーガニック、オーガニック、オーガニック、確かに、オーガニック、オーガニック、オーガニック、ギャがすごいギャがすごい、ギャがすごい、確かに広告で、うん、広告でアドバタイズメント長いね、ちょっと、まあ、広告とはね、広告とは言う、確かに確かに、広告、アドバタイズメントってあんま言わないかも、アドバタイズメントあんま使わないかもでもさ、なんかあのめちゃくちゃできる仕事みたいな横文字多いしてみたいなまあでも R の人で Advertisement で短くして Ad、 そう Ad、 AD で、あの広告 Ad。 じゃあレジャー、レジャー施設とかのレジャー、Leisure、 Leisure、 レジャーじゃなくて Leisure っていうね、 Leisure 難しい、 OK、 Twitter、 Twitter、 ちょっとよく使ってるので、で、Twitter、 Twitter、 Twitter、 なんか Twitter はあのほら鳥がさあれアイコンになってんじゃんで、なんか Tweet、 I was gonna say twerk、 ちょっと違う、ちょっと、ちょっと違う、 Okay, not the twerk, but Tweet、 Tweet、 Yeah, なんかさえずり鳴き声、鳥のさえずりってやつを Tweet って言うんだけど、それを由来にして Twitter だよね、多分黄色いさ、カーテンの鳥キャラクターがTweetyみたいな、いる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 、Tweetyは鳥としてTweetさえするからTweetyテーマ、テーマ、これ絶対なんか思いつかなくない、テーマです、テーマは Theme、 Theme、 そうすごいよね、 TH、 ね、そうだからテーマパークも Theme Park、 Theme Park、 だからテーマパークあ、あとでもテーマパークってフィーチパーク言うけど、アミューズメントパーク、アミューズメントパーク、え、でもちょっとフィーチパーク、あ、ほんと、まあ、それ国とか場所とか、うん、そう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 、人によるのかな、アミューズ、アミューズ、楽しませる、うん、Okay, I think that's it. Okay, that's basically. そう、まあだから結局はこう日本語と英語結構違う、違うね、だからちょっとずつそういう違いを学んでいけば、確かに自然な英語になりそう、確かに確かに、いやカタカナね、カタカナで覚えちゃうとね、一回定着するとなかなか、ね、そうだね、英語見直すの難しいから、まあ頭の中で、うん、友達とさ言ってみてほしい、ダの図工でマックじゃなくてっていうことで、いや違いがちょっとでも分かったなと思います、ありがとうございます、クイズに使っていただいてということでね、雨も強くなってきたので帰りたいと思います。めっちゃ前に。